はいよろしくお願いします。えー、今回は高校受験対策の規則性シリーズ第7弾をお送りします。ということで今回はねこの4問やっていきますのでまずはここで一回動画止めていただいてぜひチャレンジしてみてください。でやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします。では画面下げますのでお待ちください。いくよ。 バシッと一発で止めたいよねようんよしじゃあ行きましょうで規則性の問題、まあ、全国的にいろいろね問題を見ていると、まあ、ちょこちょこ見かけるわけですよでただ規則性の問題って学校のワークとかでそんなないんだよね、まあ、塾とか行ってるとちょいちょい規則性のコーナーあるかもしれないんですが 慣れておかないとね、結構全問落としたりする子もいるんだよ。で、覚えててほしいのは全部じゃないよ。全部じゃないんだけど、こういう今回1番から4番まで問題ありますよね。で、その1番とか2番、その問題が前の方ね、前の問題っていうのはかなり簡単なものが多いです。簡単っていうのは数えればできるよっていう。非常に多い。今回もそうです。だから、数、ま、学、あ、が苦手な子なんかも、難しそうだからいいや、じゃなくて、取れるところがあるはずだっていうふうに思って、ぜひ取り掛かってください。こういう問題はね。 <laughs> ごめんね、じゃあいきましょう。で今回は白いイシと黒い碁石を、まあ、並べてありますと一応簡単にルールを言うとこういう感じで並べるの。1段目に1個2段目に2個3個4個5個6個って。で並べるときに白黒黒白黒黒っていう順番です。でそれを白黒黒白黒黒こっちに戻って白黒黒白黒,黒っていう感じ。まあ、ルールはそんな感じね。 でその時にまず1番は8段目に置かれてる碁石のうち白い碁石は全部で何個か求めなさいと。でこれはね書いちゃっていいと思いますそんなに苦じゃないからそんな時間取られないで書いていきましょうじゃあえー、っとまあ7段目からだよねで白黒黒で終わってるから白黒黒白黒,黒だよねで7段目もう1個増えるからここに白が来ますと。 そしたら8段目はそこで白で終わってるから黒黒白黒黒白黒黒とこうなるで「まあ、書きました」と。で聞かれてるのは白が何個って言われてるから2個ですよね。だから1番は2個。 もし諦めてた子がこれだけでさ2点3点取れるんってすごい大きいと思うの個人的にはねだからぜひぜひ取ってくださいで2番ですね2番まあ1番ほど簡単ではないんですけどまあほぼほぼ数えたらいけるかなと数えたらうだねで2番は1段目から今度15段目ね今8段書きました15段これ書いてもいいです 極力ね。まあ、極論。例えば、じゃあ、えっと、テスト、まあ、受験本番でさ、もちろん、15段まで書こうって時間取られるから、後回しにするよ、それは。もっと先の問題で取れるならかもしんないから、先に行ってみて、一通りやりました。時間が余りました。まあ、見直しも終わって余った。じゃあ、書こうかなとかでもいいかもしれない。まあ、その判断はみんなに任せるんだけど、まあ、ちょっと書くのはちょっときついなと。15まで行くとね、じゃあ、なんか考え方ないかなと思ったときに、 15段目まで置かれてる碁石のうちに、3列目、ここね、ここです。3列目に置かれてる白い碁石は全部で何個かっていう話。で、今さ、まあ、これ規則性の問題なわけよ。規則的に置いてるからね。ってことは当然、規則があるわけ。規則。どう、こう、なんかの判断でね。で、今、3列目を見てみるとさ、これ今、た、縦から見るよ。縦ね。黒、黒、白。黒、黒、白って来てるの。 ってことは、これ黒、黒、白が続くんじゃないかなと予想が立てられるわけよ。いいここまで書いておけば。で、実際書いたらそうなります。黒、黒、白となっていくの。その証明は長くなるので、置いときますけど。ってことで考えたら、全部書かなくてもさ、8の次は下、入んないから、こっち行くよ。えー、っと、9、10、11、12、13、14、15段目まであるでしょ。で、<laughs> 黒、黒、白。黒、黒,黒、白できてるから、黒、黒、白。黒、黒、白。黒となるわけ。順番としてはね。じゃあ、15段目までの、3列目の15段目まで書き終わったから、白数えましょう。1、2、3、4。4個あるから、4個。ですよね、と。これは、あの、 飛んじゃったこの規則性の問題に限った話ではないんですけど当然、まあ、高校受験の問題ってさその1個の大門の中に問題が証文入ってるじゃないですか今回も1番から4番までありますけどやっぱり当然下に行けば行くほど難しくなっていくわけですほとんどの問題がねだからその1番2番って、まあ、その4つあったらさ前半に入るじゃん1番2番はだから何かルールを見つければ簡単なはずだと思って解いてほしいの。 最初の話に戻っちゃうんだけど、難しいなとか、なんかわかんない難しいなとか、できないんじゃないかなと思いながら解くと、人は脳がキュってなっちゃうから、発想が出てこないんだよね。先入観でできないんじゃねえかと思っちゃってるから。そうじゃなくて、いや、簡単なはずだと。もちろん4番とかなったら難しいよ。この問題もちょっと難しくなっちゃうんだけど。前半に関しては、もうちょっと肩の力を抜いてチャレンジできるような、そういうふうな気持ちで解いてもらえるといいなと思います。よし、行きましょう。ここからちょっとね。 少し難易度が上がります。3番。N 段目。まず、あ、この N っていう数字がちょっと厄介かもしんないんだけど、N 段目から N プラス2段目に置かれている語石の個数は、白と黒を合わせると全部で何個あるかっていう話です。で、これ何を言ってるかっていうと、まあ、どっか N ってしましょうと。で、例えばさ、どこでもいいのこれ。別にここ使って構わない。じゃあ、今4の場所を N ってしましょう。じゃあ、N を4って考えます。ここね。N 段目。今、こうやって、勝手に俺が設定したの。 その時 N プラス2段目ってどこかっていうとこれに2個足してるから2個下のここだよねここ今 N が4って考えてるから N プラス2は6だとじゃあここまでに置かれてる5石の数を数えるんですけど今 N 段目ちょっとこれ一応消していこうかのが分かりやすいかもね N 段目に置かれてる5石の数って何個でしょうか ある。n 段目に置かれているゴイシの数は何個でしょうか。それは n 個ですよね。なぜかっていうと、四段目には四個のゴイシがある。五段目には五個のゴイシがある。じゃあ n 段目も n 個のゴイシがあるはずじゃないですか。ってことは n プラス二段目も n プラス二個のゴイシがあるはずだと。さあ間です。 ここっってて何段目だっていう今ここ合計3段分ねここの合計を書きたいからここは nn+2 プラスの間は当然 n+1 プラスです。n に1個足したものが下に来るからね。じゃあ n+1 プラス段目は何個あるってこれはもうね n+1 プラス個あるはずだと。で3番の a に関してはそのね えー、ここの合計何個あるって言ったらじゃあ n と n+1 と n+2 を考えるから、まあ、ちゃんと書くとね n+n+1+n+2 となって3 3これが a の答えです。あね3 でそのうち白い碁石の個数は何個あるでしょうかって考える。白い碁石の数は何個あるでしょうかって。で、これ注目してほしいのは、実はこの 3n プラス3っていう数字、3の倍数なんですよね。3の倍数。どう考えるかっていうと、これ3でくくり出します。そうすると、3括弧 n プラス1となるんだよね。えっと、 まあ一番こ基本的な形で言うと3の倍数っていうのは 3n って表します3に何か何、まあ、かの数字 n っていう何かの数字に3がかかってれば当然3の倍数です n は何でもいいんですだって5だろうと10だろうと300だろうと1000だろうとそれに3がかかってたら絶対3の倍数になる絶対にねで今くくったことによって n プラス1にはなりましたけど何かの数字です n が入ることによって 何かかかののの数数字に3をかけてるからこれ3の倍数なの、ね、いいで何が言いたいかっていうと今白黒黒白黒黒って置いてってるいいよねそのワンセットで白黒黒これ3個ずつ置いてるじゃないですかってことはそれを3で割ったもの白黒黒の中で白1個しかないから3で割ったものが白の個数になるはずなの。 具体的数字でちょっと言っていくと、今4、5、6段でやったじゃないですか。ここって全部合わせると15個の碁石があります。15個。15個ね。で、それを3個セット、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 3個セットになってるわけ。3の倍数だから。ってことは当然、この15を3で割ってあげた5っていうのが白の個数になるはずなの。だから、1、2、3、4、5って5個になってるでしょ。なので、これを まあ c 書くとね、三で割って、まあ残ったのは n プラス一です。これがいの答え、まあ白のね、碁石の個数になります。ではラスト、x 段目ですね。x 段目に置かれている碁石のうち、白い碁石の個数がその全部で二十個あると。でそれをすべて求めよう。う x の値ってことはは答えは複数ありますねね必ずねで例えば今6段目6段目だったら白の個数は12個あります。ですよね。じゃあその白の碁石の数が20個になるのどこかなって考えるでこのアプローチの仕方はいろいろあると思いますいろいろある。で自分の考えたやり方だけちょっと説明しますね今回は。自分はですねこの着目したのは3の倍数なんですまずここ。まあ今9ないですけど。 なぜかっていうと3の倍数段って必ず白白黒の白から始まるんですよこれ理由はですね12その3の倍数段の前の2個ここだったら1の2段えっと12段だねここだったら45段ですこの12とか45とかここにまあ9の段を入れると前は78なんですけどこの数字って2つ足すと3の倍数になるんですこれも15でしょ3の倍数足すと9でしょ3の倍数足すと3でしょ3の倍数なんです あ、これ N を使って説明すると説明できるんで、ちょっと端折り回すとこはね。ってことは、3の倍数段は必ず白からスタートしてくれる。綺麗にね。じゃあ、まずそこを基準に考えようって思ったの。そこで見つけようって。白が20個になるのどこだろうなって。で、今見ていくと、3の倍数段は当然、この3個セットが1個入ってるから、白が1個だよね6の。6の段は2個入ってる。 じゃあ9の段はって考えた時に全部書かないけど、白は3個入ってるのが予想できるよね。白黒黒、白黒黒、白黒黒っていう3セット入ってるから。じゃあこれで考えていくと次、12の段は白は4個入ってるだろうと。わかるじゃあこの調子でやっていって20個来るのはどこなのかなって考えたら、 これまあ3の段がサ段が屈十312ってなってるから白が20個入るのは60段目なんだよね。60段目。ってことがわか予想がつくからさ。じゃあ答えの1個としてまず60はいけるだろうとちょっとあ不思議な書き方したけどね。これはまあ決定のは絶対いけるって。ただ 今回全部書けと。すべて答えよって言ってるから、さっきも言ったように複数個ある答えは1個じゃないんだよね。じゃあ、どこか。60の前後なわけよ。60の前後に絶対白が20個ゾーンがあるわけだけど、それがどこかなって。じゃあ、隣の59とか61かなって考えていきたいんだけど、ここで、えっ、ー、と、地道に書く、書なんだ、書いてもいいと思うの。書いてもいいんだけど、自分がやったやり方は、ここと注目します。ここ。で、今回は6をね、これ使ってやるんですけど、どう考えるかいい 6の段は白が2個なんです。よく見てね。1個上の5の段は白が1個になります。でも、4の段は白が2個なんです、ここ。いけお、いけじゃっーって言いたかった、これ。で、下も行きます。7の段に言うと、白が1、2、3個ある。ああ、増えちゃったなって。なのに、8の段に行くと、白が2個に減るんですね。 で、9の段はさっき言ったように、白黒の3セット入るから、白が3個になる。っていうことに着目して、ってことは、この3の段を主役に考えたときに、2個上と2個下が、白の数が同じになるんだなって思ったの。まあ実際なるんだよ、絶対に。そう、なる。まあ、1不安だったんで、9の段書きましたけどね。9の段書いて、一応チェックしたけど、なるんだよ。 じゃあその規則見つかったからじゃあ同じだろうと60の段も2個上の58段目そして2個下の62段目も同じ白が20個になるはずだから大丈夫だという感じでこれで正解となります。 まあ自分はね、今回この問題、この題文1個使おうと思って自分でガチで解いてやったので、時間があったからさ、不安だったんで、もちろん60段目の,その前後でどうずれるかなっていうのを書いてチェックはしたんだけど、実際そこまでする時間はないかもしれない。だから、こういう感じでまあどこに着目するか、3の段に着目するってところに気づくことがちょっと大事なんだけど、この4番に関してはね、考え方としてはこんな感じでぜひね、やってみてください。 では今回はね高校受験対策の規則性の第7弾やらせていただきました今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございました